今2つ消しました。お疲れ様です。ピーマンはまだすごいなってるね。うん、昨日友達にお父さんあげたから。うん、けど赤いのいっぱいあってるね。いっぱいある。もういいやと思って食べきれないから取ってもしゃあない。確かに。ちょっと多いね。マジだのかね。まともな大根になれないね。うん、もういいよ。ちょっと見たいとか。うん、カブも多い。本当だ。私がざっくり切ったやつをこう先端がつかない。私が切ったやつをさらにおばあちゃんがちょんちょんに切ってる。わがわがしくって美味しそう。ちょっとプンって言っとったわな。うん、そうそう。やっぱりプロの言い方だね。そっか。これ大根、大根やね、これね。大根、うん、大根葉、大根葉美味しいんだけどね、この若い大根葉、ね。うん、まあめんどくさいんだよね。うん、あ、バッタおった。ダメやろな。元気に生きとる。あ、土柔らかいからね。踏んだってね、どれだけでも逃げれるよね。なんか下かって顔してるよ。ちっ。なんか負けた気がする。大根葉抜くにはカゴがちっちゃい。持ってこようか。いいや。そっか。いやまだね。昨日私が夜にちょんちょんに切ったあの、うん、椿とサザンカの枝の処理をまだ片付けない。うん、なんかちょっと貝殻虫がいそうだったで。うちのミモザがちょっと危なくて消毒したんだ昨日。うん、で岡本さん話したら、それは貝殻虫やないかって。よく見たらなんか白いのあるし。ああ、貝殻虫というよりも飛び出とるのが嫌で切ったんやけど。ピョンピョンって飛び出とる。ちょっと来てくれない。来てくれない。うん、行きたいんやけど。自分で高枝切りバサミでさ、ちょっと繊細な作業は好きじゃないかもしれない。めんどくさいな。忙しい。うん、食べられない。シュンってなったまでね、入れたら。ね、でもたくさん食べとかなあかんのやね。うん、米酢買いの時、おいしいうちに。うん、大根がいい風にならへん。今は立った大根の葉は美味しくないかな。そうそう、でもあれ全部ダメなんで。お花の時期毎回つらい。水がまびかないから。まびいたら怒られちゃう。こんな最初広がるんや。すごいね。ブロッコリーもあるの。うん、あ、ブロッコリーも死にかけてたのに。全然元気。あ、ロマネスコ、これ。これがロマネスコなの。あ、一個だけロマネスコなんや。これは何なんや。白菜や。これと全然違うの。ハウスにあって、で、もうそんな植えくていいって言ったけど、うん、場所があるってお父さんが植えとった気がする。あ、ほんとや。こんなこと言ってくれる。明日でもいいよね。いいんじゃない。大根やし。お父さんすごい楽しみにしてるの。そうなんや。うん、美味しそうやな、これおでん大根って言って。牛気。牛気、写真まで送ってきてさ、その絵の。そんな。牛気大根。お父さんにも楽しみだね。2列にね、この狭さで。なんかね、ごてごてになるのかな。何本育てる気なんや、この幅で、うん、大根。うん、7本ぐらいが限界なんじゃない。ねえ、種100個ぐらい植えてあるけど、うん、おかしいよ。でもまあ封切ったらさ、うん、使ってままんとどっちみちあれやん。白菜減らせばいいのに。
言ってもおばあちゃんが白菜苗作ってもらったで、白菜そんな食べんのに、そんな白菜もな抜きなやったらな食べてもらうのにな、うん、でそんなウキウキ大根ならウキウキ大根の方増やせばいいのにな。いやあんまり大根も増やしてもらってもね。そうか、そんなに食べへんやん。でも白菜ほどかさばらんくない、うん、でもどうにかちょっと塩があるやん、うん、嫌いじゃん大根、あのおでん大根、おでんがね、うん、私はね、うん、そうしよう、だから私は嫌いじゃないけど、おでんの大根は嫌いじゃないよ、うんうん、おでんっていうメニューがちょっと理解できんだけど、うんうん、大根は大根の中で一番うまいと私は、うん、全部いいとこ知ってて、うん、今日はこのくらいにしといてやろう。うん。